お時間がある方がいましたら、ぜひ、見てもらえたらなと思います。はい、どうもこんにちは、てるです。皆さん、お久しぶりです。ということで、今日の動画なんですけども、今後このチャンネルの運営と、あとはですね、ここ最近、カナダでどういった生活をしたかっていう動画を撮っていこうかなと思います。なので今日はおしゃべりだけの動画にはなるんですけども、お時間がある方がいましたらぜひ、見てもらえたらなと思います。ちなみに暗い動画ではないです。ちょっとここはですね、今シェアハウスなんで、ちょっと声のトーンを下げて喋るので、もしかしたらちょっとテンションが低いかもしれないですけども、気にせずに聞いてください。ではですね、ちょっと今後のこのチャンネルの運営ということで、運営っていうとちょっと固いですけども、このチャンネルの動画をですね、どういう風なものを上げていくかっていうお話をしようかなと思います。で、最近はですね、セブ留学から始まって、今このトロントに留学に来て、そしてワーキングホリデーのビザで今このカナダに滞在してるわけなんですけども、ここ最近は本当にセブの留学の学校を紹介したりとか、セブ島で、バイクタクシーに乗ったりとか、カナダで、驚いたことの動画を撮ったりとか、なんかいろんなはちゃめちゃな動画を上げてました。時にプレミアプロも上げたりしてたんですけど、もともとは私のこのチャンネルっていうのは、主にプレミアプロのチュートリアルとか、動画編集とか、あとはガジェットとか、そういったものを紹介するチャンネルだったんですけど、その中でですね、ちょっともういろんなものを上げちゃおうっていう感じで、いっぱい上げてました。で、それも全然これからやっていこうかなと思ったんですけども、ちょっとですね、上げたい内容が多すぎてですね、例えばこれからですと、この2019年で買ってよかった大賞みたいな動画であったりとか、紹介したいガジェットであったりとか、このカナダのトロントのですね、めっちゃいい素敵な観光地とか、そういった Vlog を撮ったりとか、あとはもしくはですね、今ワーホリにいるんで、ワーホリの講座解説とか、あとはなんかワーホリに必要な、いろんなですね、動画を撮りたいなと思ってるんですけども、さすがにですね、このチャンネルを一括りにできないなっていうのがちょっと最近気づきまして、もともとちょっと気づいてはいたんですけども、それで前にちょっとコミュニティの方でアンケートを取らせてもらったんですけど、でその中で、今回ですね、前と同じようにですね、プレミアプロのチュートリアルとか、ガジェットの動画とか、あとは Vlog とか、そういったことを主にこのテルフィルムのチャンネルでは上げようかなと思ってます。今後はですね、その撮影のやり方、実際にカメラを持ってどういう風にタイムラプスを撮るかとか、例えばカメラを使ったトランジションのやり方とか、そういったことをこのチャンネルでは上げようと思ってます。で、実は、また別で、テルの日常っていう、サブチャンネルみたいなセカンドチャンネルも結構前から作っててですね、そこでは、ポケットシネマを初めて買った時にちょっとテスト的に撮影をしたりして、それは投稿したりしたんですけども、そっちのチャンネルで今後、このワーホリのこととか、実際に留学のことを定期的に更新していこうかなと思います。で、今実際にもう先ほど言ったんですけども、講座解説のことであったりとか、カナダに必要なですね、新カードっていうものがあるんですけども、住民票みたいなもんですね、それを作るやり方とか、そういったことの、ハウトゥーみたいなものも実際にそっちではちょこちょこ上げているので、そういう風なチャンネルの使い分けをこれからしていこうかなと思います。もともと私その、すごく不器用で、あっちもこっちもっていうできない性格なんですけども、ちょっとそういうのもチャレンジしようかなと思います。なので、このチャンネルではもう今まで通り、プレミアプロのチュートリアルとか、映像のことであったりとか、私自身も映像をもっと勉強したいので、そういうことを勉強したことをシェアしながらこっちで発信していきたいなと思います。時にこんな感じで喋、ってグダグダするような動画もあるとは思うんですけども、引き続きですね、このテルフィルムチャンネルではそんな感じでやって、そしてテルの日常、これチャンネル名変えるかもしれないんですけども、そのワーホリとか留学を上げていくっていうような流れですね、今後やっていこうと思っているので、YouTube の概要欄の方と、あとはもしくはコメントの方にもですね、このサブチャンネルのテルの日常のリンク貼っておくので、ぜひ皆さん、そっちでチェックして、チャンネル登録して、そして通知ボタンクリックしてもらえると嬉しいです。やっぱり多くの人に、見てもらえることがすごくやりがいになるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、チャンネルの運営っていうのはそんな感じです。で、次はですね、最近カナダでお前はどんな生活してんねんと思われる方もいます。最近ちょっと YouTube ライブとかもできてなかったんで、そういう近況報告みたいなのができてなかったんで、この動画で今日はちょっとお話ししようかなと思います。で、今日はですね、今気温で言うともうマイナス10度です。はい、極寒です
で、今もカナダに来てようやく3週間が経ちました。で、留学学校をトロントでですね、まず2週間行って、で、その後に、2週間経った後にもうすぐですね、私はこっちで働く準備をしました。やっぱりこっちで、働くことによって英語の勉強にもなりますし、まあ、例えば知り合いとか、その職場で友達ができたりもするので、こっちで、アルバイトを探しました。で、アルバイトを探して、面接に行って、その面接がですね、なんと一発で、合格しました。そのアルバイトは日本食の居酒屋さんみたいなところで、もうほとんどっていうか、まあ一人だけ韓国人の方がいるだけで、あとは全員日本人がいるようなお店でですね、めっちゃフレンドリーで、楽しいお店です。で、そこにもう1回だけ行って、もう早速ですね働きました。まあ案の定英語が全く聞き取りもできないですし、もう喋ることもちょっと厳しいので、ちょっと大変だったんですけど、でもすごく楽しくて充実した日々を送ってるなっていう感じです。まあ、それ以外にもですね、実はそのアルバイトの面接を終わった後はですね、ちょっと時間があったんで、Uber Eats って言って、まあ、デリバリーサービスですね、そのデリバリーサービスで、登録して、その登録もこっちのですね、トロントの事務所に行って、登録手続きをしました。だからそこもこっちのカナダ人の方が対応してくれて、英語がわからない中で、いろいろですね手続きをしたりとかして、Uber Eats もですね1日だけやってみました。はい、またそれも近々、多分そのテルの日常の方で動画上げると思うんで、ぜひチェックしてください。で、まあそんな感じで今 Uber Eats でちょっとお金を稼いでみたりとか、あとはこの今アルバイトがまた始まったんで、そういうアルバイトをしてみたりとか、あとはこのシェアハウスでできた友達とか、留学学校でできた友達とかと、まあ、ちょこちょこ会ったりしてるっていうような感じです。なので、まあこれからちょっと、まあ生活的にもようやく落ち着いてきたかなっていう感じなんで、これからまあカナダの素敵な場所をこのチャンネルで紹介したりとか、プレミアプロの紹介動画も撮っていけたらなと思っております。なので、まあこれからですね、カナダでこんな動画が見たいとか、もしくはプレミアプロでこういうの上げてほしいとか、あとはお前ちょっと痩せたなとか、お前太ったなとかそういう本当くだらない、コメントでもすごく嬉しいので、ぜひですねコメントも残していってもらえると嬉しいです。はい、ちょっとまあ長くはなったんですけども、まあそんな感じで、これからですねこの YouTuber として、テルフィルムもですね頑張っていきたいなと思ってますので、皆さんぜひこれからも応援の方よろしくお願いいたします。では今日はそんな感じで終わりにしたいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ではバイバーイ。